パブリック愛称とは、通称、世界最悪企業賞、毎年、最も無責任で、社会正義にかなわない企業を決定するための賞であり、ベルンデクラレーションとスイスのグリーンピースによって、コーディネートされ、世界各地から NGO が参画している。スイスのダボスで開かれる、世界経済フォーラムの年次総会に対抗する、 イベントとして2000年以来開催されており2009年1月28日にその10周年を迎えたパブリック愛称は利益市場主義志向のグローバル化への本質的な批判の場として企業の社会的責任とともに2005年以降注目を集めている2009年には勇気ある労働者の活動を称えるためポジティブカテゴリーは初めて個人も その受賞対象となった。受賞企業、ノミネート企業、2015年には過去の受賞企業から選ばれた候補による終身栄誉賞の選考が一般公募によって行われた。シェブロンは、テキサコ買収後、合併前の同社が引き起こした環境汚染や混乱への責任を拒否し、また自社の召喚校が世界中のコミュニティに害を与え続けているとされ、多国籍企業が 人々の権利闘争を脅かすのみならず、企業による人権侵害を受けた人々が救われる権利をさらに侵害する例として、過去10回の自称企業を超える、選出史上最悪の企業に輝いた。ゴールドマンサックスは、金融危機から利益を得、自らを保護するために、観光庁へ人材を送り込み、 インサイダー取引と登記で商品の値を釣り上げ、これら全ての不正行為を否定し続けていることでノミネートされた。クレンコアは世界最大級の工業企業として世界各地で環境染、自動労働、脱税を起こしていることが予備選出の理由とされた。ダウケミカルは年度賞の受賞理由となったボパールの事故に関して、 一切の責任と被害者救済を拒否し、賄賂の疑いで、インド政府のブラックリストに5年連続で記載されていることなどで候補となった。ウォルマートは小売業者として、サプライチェーンに責任を取らず、業界改革と労働者の権利を否定し、低賃金を推し進めたことでノミネートされた。ガスプロムは、ロシア政府との緊密な関係により減税を行い、 北極圏の自然環境を破壊し、その負担をロシアと他の地域の市民に押し付けていることで候補となった。受賞企業、審査員賞ノミネート企業、受賞企業、審査員賞、ノミネート企業、受賞企業、審査員賞、ノミネート企業、オーディエンス賞、審査員賞、ノミネート企業、受賞企業、スイス、市民両カテゴリーのパブリック愛称には、 中国でセルセプトを販売し、90%以上の死刑囚から本人の意思に反して移植向けの臓器を挑発したスイスのヘルスケア企業に与えられた。受賞企業、ポジティブカテゴリー賞、ニューモントは、同社の推進したアキアムプロジェクトによって2009年度の賞を勝ち取った。審査員によれば、本プロジェクトは固有の自然生態系を破壊し、 地元住民の共生たちの木を遂行、さらには土壌、河川を汚染した。入門トはこれに対し、それらの情報は誤解を招くものであるとして、本プロジェクトは国際的な自然環境の専門家や地元コミュニティ、適切な政府機関や省によって広く指導されてきたものだと説明した。BKWFMB エネルギーはドイツ歴世端の火力プラントとスイスにおける 電力効率と再生エネルギーの同時電波への参画によってスイスカテゴリーにて受賞した。ポジティブカテゴリーではコロンビアの全国対抗労組のメンバー2名が国内最大規模の炭鉱における労働条件の改善のため戦ったことを受けての受賞となった。メラニー・ウィニガー、コピーライトニッチ、CH 受賞企業、ポジティブカテゴリー、市民、グローバルの 両カテゴリーとも、北にジェールの子会社、サメアとコマノックのウラン鉱山労働者の健康状態に関する情報を隠蔽した、フランスの国有企業アレバが受賞した。これによって、域内の病院では、HIV 患者に対し、空気、水、土壌の放射性汚染による癌の兆候が実際に示されていると診断するだろう。クレンコアは、その不明瞭なビジネスのやり方や、 コロンビアの炭鉱労働者に対する容認し、がたいような労働条件について受賞の名誉に良くした。ポジティブカテゴリーの受賞ドイツ最大の天然記事通信販売会社ヘスナトアが原料のフェアトレードを含むその社会的でエコロジカルなビジネス展開によって受賞した。受賞企業ポジティブカテゴリーブリジストンのグローバルカテゴリー受賞は リベリアにある子会社の悲惨な労働環境がその要因となった。労働者は泥でできた小屋に住み、その子供たちは労働を強制されており、さらには高度の有害物質を無防備で扱わなければならないという環境下に置かれている。ノバルティスはインドのジェネリック薬生産の強制停止を伴った抗がん剤イマチニブの特許権取得のために受賞した。結果として、 数多くの患者は、白血病の進行を遅らせるための投薬治療を受けることができなくなってしまった。ノバルティス社の製品は既存のジェネリック薬に比べ、実に10倍もの値段で販売されているためである。ポジティブ賞は、エコロジー製品や環境に配慮した農業経営への貢献が認められて、スイスの生活共同組合が勝ち取った。受賞企業、ポジティブカテゴリー、 過去30年もの間、シェブロンは非常に有害な排水をエクアドルのアマゾン側へ流すことを是認しており、コスト削減のために浄化されていない排水を地へ戻すことが習慣化していた。シェブロンは自然環境と地元コミュニティの健康問題にコストをかけることを拒絶している。シティグループは税金のガレたちへの接想のないアドバイス活動で受賞。 ウォルト・ディズニーは中国での玩具生産において製造業者の名前を明かさないことで工業モニタリングのチェックから身を守っている。ポジティブ賞は3つの NGO に与えられた。彼らはコンチネンタルタイヤのメキシコにあるタイヤ工場の非合法の閉鎖に立ち向かい、これらの組織の要求はすべて受け入れられた。受賞企業ダウ・ケミカルの受賞は1984年に起きた。 ボッパールでの惨事に対して事故の責任を負う企業を買収しているにもかかわらずいかなる責任を取ることも拒絶していることで受賞。シェルはナイジェリアの住宅街で起こったガスの炎上事故によって受賞。ウォルマートは製造業者の労働条件に関するあらゆる責任を否定していることで受賞。KPMG は顧客に対して税金のガレを奨励しているとして受賞した。 ありがとうございます。